オフェ。アジアで一番臭い料理でございます。食べる時も要注意で、うん、もうずーっと口の中で噛んでたり、ずっと口の中にいると、うん、毒や毒。そう、食べ物じゃないや。信じるか信じないかはあなた次第です。オスオラニート正義です。オスオラ自宅警備員タボです。オスオラオッサンカツキです。オスオラデブッチョトシデン。ちょっと喋らせてよ。ええや今の流れ喋らせてけど、今の少しテロップないかもしれないんだぞ。いやもうどう考えても正解。今日やっていくお題はですね、ああ匂いについてですね。もうゆかりあるね。どういうことかな。どういうことか詳しく聞かせてもらおうか。左見てもらえばわかると思う。ああ臭くねえんだ俺は。臭くねえだろ俺は。もうこういうことです。やめろやめろ、民調で書くなよ。 3D にしといて。やめてよ、思てんだよあれ。世界中の臭いものっていうのを今日紹介したいと思うんですね、はいはい、題して今日は世界の悪臭トップ5。1はシュールストレミングでしょ、うん、まあそうなっちゃうよね。あそうなんだ、やっぱ1位なんだ。まあそうだよね、そのキャッチコピーで有名だから。まあ有名すぎるもんな。でもそれ人の感覚じゃないの。そうなんだよ、これ匂いってね、こう定義づけるのすごい難しいらしくて、で一概にこれっていうの難しいんだけど、匂いの濃度を測定するアラバスターっていう単位で臭いものランキングっていうのを決めることができたと。へえ、今回はこのアラバスターを単位としてベスト5を紹介していこうかなと、はい、おでちょっとねシュールストレミングってちょっと予想ついちゃうのもあるし、うん、ちょっと番外編として食べ物以外の臭いものっていうのをちょっと3つほど紹介していこうかなと思います。いっぱいありそうだな。というわけでまずは悪臭がする食べ物ベスト5紹介していきたいと思います。はい、それでは第5位。臭いや魚がなんか干してるやつだよね。そう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 。焼いた方が臭いんだよね。そうなんです。臭屋は伊豆諸島で作られる干物です。臭屋もろなどの新鮮な魚を開き、水できれいにした後臭屋液と呼ばれる発酵液に漬け込みます。このね臭屋液っていうのが匂いの原因なんだよね。ちょうどここにあるやつかな。いやここにねえよ。匂い玉見てだよ。いいやろ。臭屋液っていうのがね塩水なんだよ。普通に漬け込むだけだったらこんな匂いは発しないんだけど、うん、使い回すんですよ。使い回すことでもうどん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 その発酵が進んでいって強烈な匂いを放っていくと。へえ。古いものだと200〜300年使うところもあるんですよ。こちらのね匂い数値447アラバスター。まあそんなすげえの。まあちょっと分かりにくいと思うんで、例えばじゃあ納豆430ぐらい。あんま変わらないんだ納豆って。そうあんま変わらないぐらいなんだけど、さっき正義が言ったようにこれは焼く前、これ焼くと1230アラバスターに跳ね上がります。3倍。納豆3倍か。俺はね1週間臭いもの生活で臭い食べたから分かるけど。あそうだ、お前そう食ってたじゃん。マジでねもう本当に臭い。第4位キリヤック。前にね気色を扱う都市伝説でね俺が紹介したことがある、うん、アザラシのお腹の中に会長を入れまくって3年間土の中でほったらかして、うん、鳥を引っ張り出して鳥の肛門をシュッて吸って食べるっていう。どんな匂いかっていうと塩辛ってあるでしょ、はいはいはい、あれをもっとえぐみを効かせた匂いらしいですね。こちらの匂い数値っていうのが1370アラバスター。トップ5となると1000全部超えてくるね。まあそうだね。でこれ確かに臭いけど5位が超えてない、4位超えてるわけねえ。普通に考えて、まあ唾液あるわ。あ唾液あるわ、ね、おせえな。こっからベスト3に行く前にですね、番外編となる食べ物以外のね、うん、匂いがきついものっていうのを紹介していきたいと思います。すごい。それでは一つ目、塩アセト。これ世界一臭い物質って言われてるんだよ。この匂いの凄まじさを表すエピソードが1個あります。1889年にドイツの工場で塩アセトのね、うんまあ、製造する工場があったわけよ。これを製造する時に作業員がちょっとミスっちゃって、うん、この塩アセトンが外部に漏れてしまったのよ。それでどうなったかっていうことなんだけど、そっから 750m に住む人たちが嘔吐とか失神とかでバタ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 倒れていった。い
やばい、めちゃくちゃ強いじゃん。まあやっぱ数値で測れないからこそじゃない、絶対草屋とかより威力強いじゃん、うん、やばいよまた。そうなんだよね。2つ目ラフレシア。おお、これは知ってますよ。こちらはねもう世界で一番臭い花。おお、くせんだね。いやあれ臭いよ。これどんな匂いかっていうと、腐敗臭と魚を腐らせた匂いと超強いじゃん、1週間ずっと靴下を履いたやつをこう合わせたような匂い。めっちゃ強いじゃん。やばいじゃん。やば、8万アラバスターでいいじゃん。もうテロ級でしょ。それでは3つ目がオーデンセの樽。14世紀にデンマークのオーデンセっていう古代の遺跡があるようなところなわけ、うん、そこで樽があったわけなんだけど、この樽がめちゃくちゃ臭いんです。なんでかっていうと、古代の人々がしてきたうんこがずーっと溜まりまくってる樽なんですよ。うわその樽を古代の人はトイレ代わりに使ってたわけよ。それがだって14世紀だから約700年経ってもずっと臭い。で今もある、今もあります。逆にすげえ、ね、すごいね。そうなんですよ。蒸発とかしないんだね。蒸発はしない。もう本当にもう密閉してこうしてるから多分発酵とかもしないんだと思うんだよ。目にもきそうだぞそのレベル。いやそうだよね。一番きつそうその匂いが。700年置いたうんこの匂いってどんなんなんだろうね。樽の発見はそこが昔トイレとして利用されていたことを示す、また中世の人たちの食生活や文化の一面を知る貴重な手がかりにもなる。最新の研究からキイチゴの成分が多く含まれていたことが判明し、1300年代のオーデンセでは人気の食べ物であったと推察している。続いてじゃあ気になるベスト3いってしまいたいと思います。はい。第3位はエピキュアチーズ。これはねニュージーランドのチーズなんだよ。普通のチーズと大きく何が違うかって言ったら熟成する期間が全然違うと。普通のチーズは約1年、エピキュアチーズは3年間も熟成させるわけよ。一部の人からしたらもう本当にごちそうというか、超美味しいグルメな食べ物らしいんだよね。熟成すれば要するになんか旨味みたいなのが増えるわけでしょ。そう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 。その成分が何なのか調べたいよね。それだけ調べれればね、そのものだけ作ってこうかけたらもう旨味マックス。確かに。あ、いいところだけ抽出できればねいいんだけどね。こちらの数値が1870アラバスタ。おー、結構飛んだね。そうだね、3位が1370アラバスターだったから、うん、こう結構上がりました。第2位コンオフェ。韓国の料理でアジアで一番臭い料理でございます。このホンオヘっていうのはエイを10日間こうひんやりした場所にずっと置いとくと。でそこで発酵する物質がヤバすぎるんだよね。その物質っていうのがアンモニアなんですよ。うわ、まあ、最悪や。まずこう近くでこう見続けるだけで失明する恐れがある。毒や毒。そう、食べ物じゃないや、うん、食べる時も要注意で、うん、もうずっと口の中で噛んでたりずっと口の中にいると炎症起こしまくってもう超痛くなるんだよ。体内でも危険じゃねえんだ。うんうん、まあ、だから早く胃に落としちゃって溶かした方がいい。ああ、そう、結論から言うと入れないのが一番。でもそういうわけにもいかないんだよねこれ。なんでや。結婚式とかの祝いの場とかで出る食べ物、それをやめた方がいらない。結論でしょ。こちらの匂い数値6230アラバスター。飛んだな。ダメだよ結婚式だよ。ダメ飛んだよ。ダメダメダメ。会場くせえ。だよね、会場やばいよな。いや絶対やばいよ。1はでしょ。うん、というわけでじゃあみんな分かってると思うけど、第1位の発表、シュールストレミング。シュールストレミング。うわ、やっぱ来るんだ。いやそりゃ来るだろう。じゃあ気になる数値、8070アラバスター。めちゃめちゃ臭かったな。いや本当に2人は経験済みだもんね。うん、マジで生ゴミ。ターボは催眠使ってたからあんま匂い感じないんだよ。うん、それやばいよ、ね。うん、でもかけられる前は本当に生ゴミよ。生ゴミとか、いや全然生ゴミどころではなかった。だろうな、うん、生ゴミレベル900とかそういう感じ。
ごめんな、あのこいつがレベル800だからちょっとあんま表現わかんないどんぐらいだ800か、うん、あのね、マンホールの下水にうんこ入ってるみたいな。まあでもそんな感じよ。プラスその魚を焼いた時のあの臭い部分だけの匂いみたいな、うん、あれも混ざってますみたいな。基本的に発酵させてるのが臭いんだね。うん、ね、まあそうだね。そうだね、うん、でもそれ考えるとさ、ビールとか臭くなくないじゃん。ビール発酵酒。発酵あ、発酵か。あ、ごめん。そうそう。いや、マジやりすった。マジだ、今ちょっとさっきやった。マジすったよ。ドリアンとかすごいよね。だから発酵させてないのに、あの匂い。あ、確かに。ドリアンは臭い。うん、ドリアン、シュールストレミングスの方法でさ、作成者どうなんだろう。いや、やばそうだなぁ。じゃあやってみますか。じゃあで嫌な気持ち。僕ら S スタジオがなくなる前にやってみたいと思います。ドリアン。その時コラボしよう。あの海とかでやる。お楽しみに。それまでずっとリスナーでいてください。というわけでこの動画少しでも面白かったなと思ったらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。